とんかつです。この動画はパンデモニウム天国編霊式2層の解説動画です。アルテマドット付きの全体攻撃です。ソウルグラスプ、ヘイト1位につくタンク2人で頭ありする4連続強攻撃です。ここでは暗黒が無敵受けしてます。ディバイドウィング、フィールドに羽が2つ召喚されて、片方の羽はタンクヒラから1人、もう片方の羽は DPS の中から1人、選ばれて線がつながり扇範囲が飛んできます。他の人に当てないように誘導します。でこれと同時に来るヘビーウェブ、こっちもタンクヒラの中から1人、 DPS の中から1人、選ばれて円範囲の頭ありがつきます。ではディバイドウィングがついた以外のタンヒラ3人、 DPS3 人ずつで頭ありするんですけど、こうやって頭ありをするメンバーの距離が離れてないと頭ありの後につく蜘蛛の糸が切れない糸になっちゃいます。あと線がついた人の立ち位置としてはここです。これ以上前に出ると隣の人が出している扇範囲に当たっちゃいます。で着弾したらディバイドウィングを受けた人がそれぞれ近い方の糸を切りに行きます。これ線を切った人にはドットがつくのでケアが必要です。糸は触れば切れます。パンデモニックリング、ボス中心のドーナツ範囲ですね。パンデモニックホーリーだったら円範囲なのでボスから離れます。先客、塔の形をした強攻撃ですね。タンクが受けます。でこれ受けると大ジャンプで飛ばされるので、こう対角の足場に飛ばされるような感じで角度を調整しないといけません。グランドウェブ、タンク2人と平から1人、 DPS から1人、円範囲がつきます。こんな感じで円範囲同士が触れるような感じで着弾させて橋を作ります。円範囲が確定したら避けてください。パンデモニックピラー、塔が8個出てきます。1人1個踏む感じですね。パンデモニックリングなので内側アンチで、そのアンチ内でさらにこのドーナツと円範囲を避けます。こいつらの範囲攻撃はもう見た目で判断するしかないです。スピットウェーブ、8人全員に円範囲がつきます。円範囲を柱にぶつけたり、円範囲同士が触れた状態で着弾すると蜘蛛の糸でつながってしまうので、何にも触らないように3回します。パンデモニックボンド、パンデモニックボンドでつくデバフはこの3つです。カウントが0になるとその人数で受けないといけない円範囲が着弾します。1人受けは8人全員について、2人受けがつくときは DPS4 人かタンヒラ4人どっちかにつきます。4人受けがつくときは DPS の中から1人、タンヒラの中から1人、合計2つつく感じですね。これどっちが先にカウントが0になるかは毎回ランダムなので、ちゃんとパーティーリスト見て秒数確認しましょう。今回は1人受けからの2人受けっていう順番です。パンデモニックメルトン、ランダムで1人に直線頭あり、2人に1人受け直線ビームが飛んできます。中央に頭ありで左右に1人受けっていう感じで3回します。タッチダウン、中央のフィールドが潰されます。左右の小さい足場で4人ずつに分かれてパンデモニックボンドのこのデバフを処理しないといけないんですけど、今回は2人受けパターンなのでライトパーティーで 4-4 で分かれて処理します。西側 MT チーム、東側 ST チームです。で1人受けからの2人受けですね。じゃあ4人受けが入ってるパターンの映像を見ましょうか。はい、デバフ欄見てください。1人受けからの4人受けのパターンです。パンデモニックメルトンを受けて西にタンヒラ、東に DPS で3回します。で1人受けからの4人受け、 OK ですね。アルテマはドット付きの全体攻撃です。アルテマが来たってことは次タンク強攻撃です。ソウルグラスプ、ここは2人受けしてます。パンデモニックボンド、1人受け2人受け4人受けのデバフがつきます。
今回は2人受けからの1人受けですね。パンデモニックタレット、北に4本、南に4本、合計8本の塔が出ます。北に近接、南に遠隔で、踏みます。はい、で塔から出てきた化け物にサイコロマーカーがついてますね。これ1,2,3,4 の順番で距離が一番近い人に向かって頭ありビームを打ってきます。でその頭ありビームを受けた時に先頭の人にはもうビームを二度と受けられないデバフがつくので、こうやって受けていきます。はい、まず一発目タンクと近接で、近接が先頭で受けてデバフをもらいます。これ吹き飛ばしがあるのでまっすぐ飛ばされるようにしましょう。で二発目タンクと平、平が先頭で受けてデバフをもらいます。で3発目タンクと遠隔 DPS、 遠隔 DPS が前で受けてデバフをもらいます。で4発目タンク1人受け。はい、でこの辺りでカウントが0になるので覚えてますかね。2人受けからの1人受けです。パンデモニックレイ、顔が見てる方向を半面焼きしてきます。でこの出てきた弾が直線ビームをしてくるので隙間で避けます。アルテマはドット付きの全体攻撃です。でアルテマが来たってことはタンク強攻撃が来ます。ソウルグラスプ、ここでは ST が無敵受けしてます。先客、塔の形をしたタンク強攻撃、塔の中心から吹き飛ばしが来るような感覚で角度を調整して東西の島に着地します。でグランドウェブ、タンク2人と DPS から1人、平から1人、円範囲がつくのでそれで橋を作ります。スピットウェブ、全員に円範囲がつきます。円範囲を柱に当てないのと円範囲同士をくっつけないようにします。パンデモニックボンド、1人受け2人受け4人受けのデバフがつきます。今回は1人受けからの4人受けです。パンデモニックピラー、塔が8個出てきます。パンデモニックホーリーなので外アンチで、このちっちゃい奴らの円範囲も避けます。パンデモニックレイ、顔が見てる方向の半面焼き、なのでこの半分のアンチで1人受けからの細いアンチで4人受けという感じです。なんかここ4人パターン確定みたいですね。4人受けからの1人受けも見てみましょうか。じゃあこいつらを避けるところから、パンデモニックレイで半面焼き、4人受けからの細いアンチで3回、はい、近すぎました。今のは ST がここに行くべきでしたね、といった感じです。ディバイドウィング、羽が2つ出てきてタンク平から1人、 DPS から1人、線でつながります。ヘビーウェブ、タンク平から1人、 DPS から1人、頭ありがつきます。はい、線がつながった人は線がつながったところの羽に行き、扇範囲を南側に誘導、線がつかなかった人は西側にタンク平、東側に DPS で移動します。タッチダウンが来てるんで中央の足場は使えません。でこのヘビーウェブは三角形で受けます。はい、で扇範囲を誘導した人が線を切ります。線を切った人にはドットが入るのでケアが必要です。パンデモニックメルトン、ランダムで頭あり1人、直線ビーム2人です。ソウルグラスプ、ここは暗黒が無敵受けしてます。ディバイドウィング、ここでは DPS2 人が線でつながります。パンデモニックウェブ、複合ギミックですね。
はい、まずここはパンデモニックホーリー確定なので、タゲサの内側は円範囲が出てます。でディバイドウィングがついた DPS2 人はそれぞれ東と西に扇範囲を捨てます。で単体雲範囲が3人、内訳はタンクヒラから2人、DPS から1人確定ですね。なので両端にタンクヒラ、真ん中に DPS でいいんじゃないですかね。こんな感じで柱を巻き込みつつ、範囲同士もちゃんとくっつくように着弾させます。で残った3人は頭周りのあのヘビーウェブですね、ちゃんと三角形を作るような形で受けてください。着弾したら単体雲範囲だった3人が線を切りに行きます。で頭割りだった3人に単体雲範囲がつくので、そのままの並び順で南に下がって、さっきと同じように柱を巻き込みつつ範囲同士もくっつける感じで着弾させます。こうすることで1回目の着弾で柱と柱の間に雲の糸ができて、2回目の着弾で壁になります。この雲の糸で壁を作ることで次のギミックで来る吹き飛ばしを処理することができます。一応じゃあ頭ありだった時の動きを見てみましょうか。まずディバイドウィングで DPS2 人が線でつながります。でパンデモニックウェブ、頭割りがついたので中央に行きます。はい、で線を切ってもらったらそのまま南に下がります。はい、こんな感じなんですけど、ここの注意点、この1回目でできた雲の糸に触れてしまうと雲の糸が切れてしまうので壁ができなくなります。でもう一個、これ左側柱に円範囲を当てられてないのでこの後ギミック失敗します。右は当たってるので OK ですね。で中央の人は左右と円範囲が当たってるので OK ですといった感じですね。はい、じゃあまた糸を作るところから、線を切って壁を作る。ここでパンデモニックボンド、1人受け2人受け4人受けのデバフがつきます。デバフを見てください。今回は4人受けからの1人受けです。魔殿の進撃、戦闘2人がクソ痛い全体連続攻撃かっこ物理です。タンク2人は防御バフを貼って戦闘へ。でここクソ痛いのでタンク LB 使ってます。タンク LB のタイミングとしては継承が終わって一発目ドン、2発目ドーンした瞬間に押すっていう感じです。で終わったらボスから吹き飛ばしが来ます。今回は4人受けからの1人受けなので、西側にタンクヒラ、東側に DPS で固まって4人受けをしてから1人受け3回っていう風にしてます。でもこれノックバックをしてから4秒くらい猶予があるので、ノックバックしてから真ん中あたりまで走って殴れる位置で頭割りして、でそっから1人受け3回っていう風にした方がいいかもしれませんね。1人受け4人受けの順番だった時はこれの逆に動くだけで、2人受けパターンだった時はこんな感じで吹き飛ばされて、それぞれの縦ラインを使って2人受け1人受けを処理するっていう感じです。アルテマドット付きの全体攻撃です。ソウルグラスプ、ヘイト1位につくタンク2人受けの強攻撃です。先客、塔の形をしたタンク強攻撃です。塔から吹き飛ばされて対角の島に飛びます。グランドウェブ、タンク2人と DPS から1人、ヒラから1人に円範囲がつくのでそれで橋を作ります。ディバイドプルーム、この円範囲は当たると即死です。でこんな感じで時計回りか半時計回りに扇範囲がぐるぐる回るので、進行方向の一番後ろに待機して
こうやって避けながら、パンデモニックレイ半面焼きが来てるのでそれを避けます。で、細い範囲も避けます。パンデモニックホーリー、外アンチです。移動が間に合わなくて当たってます。スピットウェブ、全員に円範囲がつきます。柱に重ねないようにと、円範囲同士もくっつけないように、3回します。パンデモニックピラー、塔が8個出ます。パンデモニックリング、中アンチ。で、このちっちゃい奴らの範囲攻撃も避けます。パンデモニックメルトン、中央が頭ありで、左右に単体ビームで3回します。今回はここで終わってますが、この先もおそらく今まで来たギミックが来て時間切れっていう感じだと思います。では天国返礼式2層の解説終わります。ご視聴ありがとうございました。